1月16日、住宅地図などで知られる株式会社ゼンリンと、災害時における地図製品等の供給に関する災害時支援協定が締結されました。この協定は、災害時に使用する住宅地図の提供や、区政利用の許諾証の発行、平時から防災に係る部署で利用する広域地図の提供に関するものです。提供されるものは、災害時のみ使用するゼンリン住宅地図帳 B4 番5セット、複製利用許諾証の発行、平時から利用可能な松阪市広域地図 00 番5セット、住宅地図インターネット配信サービスの4種類になります。締結式では、竹上市長と株式会社ゼンリン中部支社の飯田明支社長が協定書を交換する形で締結しました。締結式の後に竹上市長が挨拶し、可視化がすごく大事で災害対策をやる基本になりますので、地図はなくてはならないものだと思っています。いつ我々のところも被災するか分かりません。その時にはぜひご協力いただきますようお願い申し上げますと話しました。その時にはぜひご協力をいただきますようお願い申し上げ、御礼の言葉とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。地図自身、続いて株式会社ゼンリン中部支社の飯田支社長が、地図自身が社会インフラだと思っていますので、その精度を高め日々努力しながら、皆様と復旧復興という段階でも協力し合いながらできる関係を、今回を機に松阪市様とも情報交換を続けさせていただけたらと思っていますので、今後ともよろしくお願いしますと話しました。させていただけたらと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本当にこの今日お渡しした地図がですね、役に立つ時が間違いなく来るんだろうなというですね、思いとですね、日頃から、これを機にですね、松阪市様と、いろいろ情報交換させていただきながら、震災に備えるといったところをやらせていただけたらと思ってます。はい、はい、今回の締結でより良い災害対策につなげてほしいですね。